はようございます、やめること申します。まあこんばんはの時間なんですけどね、いやおはようなのかな、何なんだろう。さあ皆さんどう思いますか、時刻は朝の4時30分でございます。これはおはようございますなのかおやすみなさいなのか何とも分かりませんところですけど、気分的にはおはようございますでございますね。まあうちの挨拶は全部、こんばんはで統一してるんで、こんばんはで始めるんでしょうけど、こんばんはやむりょうと申します。さあ今日はねどこにあるかというと、有機町で、分かんないよね、亀山駅ですね、JR の亀山駅の駅前に来ております。今日からね始まる新シリーズってことでね、じゃあ何をやっていこうかっていうとね、以前にね、だいぶこの動画が上がるときにはだいぶ前になっちゃってるのかな、と思いますけど、以前に購入しました、名古屋トクトク切符っていうね、いいご予約サイト、インターネット予約ね限定の、で1500円で JR 東海がね名古屋管内の、主要区間が、乗り放題になるという非常にお得な切符がねありますよということで、今回はねその切符、使っていくよという企画でございますね。ということで、一番ね、三重県側の、利用エリアの端っこだったね亀山からね行こうじゃないかということなんですけどね、じゃあせっかくならね、まあ毎回ちょっと気になってたところがあるんですよ。どこかというとね、この亀山駅なんですけどね、こんなね、とはいえね、あの朝から動くのね得意なね山田さんとはいえね、いくらなんでも早すぎる、今4時半ですよ。4時半に亀山駅来てどうするんやというと、電車に乗るんですね。そうなんです、なんとねこの亀山駅にはね、めちゃくちゃ早い始発があるんですよね。実際ちょっと駅舎入ってからね本格的に説明を始めようかなと思いますけど、切符の説明はね、概要欄に、その購入した時の購入方法とかね、いろいろとインターネット予約のね会員登録の方法とか案内してある動画があって、おかげさまでねあの動画がね今ね、再生がねうちにしては珍しくロング動画で300再生超えてましたからね、ありがたい話でございまして、ぜひねご興味持っていただいた方は見てもらってなんですけど、あおはようございます。あ大丈夫ですか。はいですね。はいはい。はあ。ここでやんな。よっしょ。通った。あれ？朝一のな。さあ、ってことでね、ちょうど開いたんでね、入ってきましたけど、このね、4時54分にね、何を土地狂ったかね、始発が設定してあるんですよね。休日ともね、4時54分。早いよね。早すぎるんだよね。なんですけどね、まあ、始発が設定されている以上はね、まあ乗るしかねえだろう。ということで、一回乗ってみたかったなということなんですけど、ちょうどね、この切符を使うのにちょうどいいじゃないかってことで、まあ一応ね、そう、企画説明ができてねえんだ。そう。はい。今日はまあ何やとかって、まあ、どっちかというとぶらり旅なね、あれですけど、まあ、せっかくね、この切符買ったんでね、まあやはりね、元を取ろうというか、限界までね、使いたいじゃないですか。ってことでね、まあここに乗っている、主要駅、まあ、駅が書いてありますね。まあ、せっかくなら全制覇とかやってみたいよね、ということでね、一応全制覇に向けて動くのかな。でもね、多分ね、全部の回るはね、いくら始発からでもね、まあまあ、なんか行けなさそうなこともなさそうなんだけど、まあ、せっかくだったらね、着いた先でね、いろいろと見たいとこもありますし、とりあえず最初は、一番なんか元の取れる、ところ行こうかって思ったんですけどね、この
亀山から出て一番この片道で元が取れるところに行こうと思ったら、実はこの端っこのところ関ヶ原とかまどと三河みたいに、これがね全部一緒なんですね、片道運賃。っていうのは名古屋からのなんか960円エリアなのかなの範囲内でローンを区切ってるみたいなんで、運賃を、結果的に一番その高くなる片道運賃のところが全部一緒なんですよね。っていうことなんでね。じゃあまあ普通に、まあ、端っこ制覇していくような感じで、とりあえず神山から関ヶ原向かって、まあ、ただ南赤坂とか言っとると多分難しくなるんで、行ったことないところメインでね、もう大垣岐阜南赤坂はね、うん、よく行ってますし、関ヶ原もねちらっとは見てますけど、まあちゃんと置いたことないから関ヶ原まず行って、で美濃太田かまど多治見大府三河三谷竹豊、竹豊ももう行ったことあるし、まあ、そこまであれかなという気もするんですけど、行ったところでまあ特に何かがあるという感じでもなかったですからね。なのでね、よくこいしょ、そんな感じでねぐるっと回っていこうと思います。まあ、それにしてもね1500円ですからね、バカお得ですかね。こっから名古屋までが片道960円ですもんね、言ってたらなんか覚えてるね。すごいですね。あ、ちなみになんでね、始発4時55分、えらい早い時間ですよね。あんなに早く起きて朝の3時、朝の3時半起きですよ今日。あ、なんか動いてるな。あれが始発に当たるのかな。まあ時間も余裕ありますから、こんな感じのあれですよね。こんなね早い時間からなんで、動いてるのかっていうとね、まあ、これちゃんとなんか公表されてるわけでもないですし、勝手な予測なんですけど、一般的にある程度距離のある路線だと始発の設定って主要駅の各駅にあったりするわけですよね。ですから近鉄だと、近鉄の名古屋線だと、富吉始発の普通が始発があるのかと、桑名始発あったっけな、名古屋市、四日市始発はある、四日市始発があって、同じように塩浜始発だったり、始発か、ね、始発か始発みたいな感じで、それぞれが始発でスタートを始めて、まあ、20分後とか1時間後ぐらいに、こうスタートにこううまいこといくような感じで出たりするんですよね。お、折り返していった。あれが多分折り返してこっちに入線してくるのかな。結構長い秒数で走らせるんですね。ここにも地味に210系がそういえばいますね。もうスカキンすっかり見なくなりましたもんね、こいつも。そう、普通は大体そういうような設定にしてあるんですよね。なんですけど、始発でね、こうご自体とかを動かしていくときに、まずこの神山が、まあ、バーッと見てね、あ、なんか新型の面白いな、一番新しいやつと一番古いやつが一つの線の上にいるっていうのもね、時代を感じますね。あ、時代感じるな、これエモいな。真ん中にちょうど間の313系があって、なんか、時代を感じますねっていう話は置いといて、何だったっけ。そう、こんな感じでとにかく車両がいっぱい置ける。神山駅って要は広いんですよね。奥にはあっちは機動車が主に使ってますけど、いっぱい、留置線もいっぱいありますし、
ということで、奥にもね、いっぱい車両が止まってるわけですよ。つまり、ここが多分溜め込みやすいんだろうな。っていうことなのかな。あ、おはようございます。なんで多分車両が置いつけるから心地圧が設定しやすい。では間の駅でそんなに、そっか、車両を誘致しておけるところ、桑名駅とか、まあ、四日市駅も、あの、貨物のね、誘致線はいっぱいあるけど、確かに、ガ線張ってないですからね、うん。とかっていうのがあって、まあ、一発始発設定置くぐらいのね、あのスペースありそうやけど、神山市跡にしてるのかな。で、多分その同時にね、ポンポンポンって発車させる頃の、あの、列車の運行頻度がその近鉄みたいにないんで、とかっていうことなのかなということですね、うん。ただの予想。ただしね、もういい。あ、そうだ、お茶買っとかんと。よし。すごいです。朝この時間に4両編成なんですね。乗客は1車両ですけど、あ、でも思ったよりいるな。結構利用される方いるんですよ。正直誰が乗んねんと思ってたんですけど。こんな感じね。時間も余裕ありますしね。さすがに朝早すぎたんで、早々に乗りすると思います。いけるのかな、どうかな、に落ちてたらごめん、1番線の列車は4時54分発普通列車名古屋行きです。